ミハイル・ゲロギエビチ・ゲロバ2956年12月21日はソビート連邦の俳優でロシア革命期を題材にした歴史映画など数々の映画にヨシフ・スターリン役で出演したことで知られるグルジア人名はグルジア語発音ではミハイルの方が近いが本校では広く知られるロシア語発音のミハイルで統一するミハイル・ゲロバには古くは グルジアの王族であった、ゲロバニケの末裔であった。1913年に、バトゥミ劇場で、舞台デビューを果たすと、1919年から1920年まで、トビリシの演劇場に所属した。さらに次の2年間は、トビリシ市内のルスタベリ劇場で俳優として過ごし、1923年からは、グルジアソビエト社会主義共和国のゴースキンプロム、映画スタジオで、 俳優兼監督として働いた。1924年には、税で映画初出演を果たした。その後、1927年に、アルメニアソビエト社会主義共和国のアルメンキの映画スタジオに移籍して、プロデューサー兼監督として映画制作に携わった。このほか映画以外にも、劇場での演劇にも出演を続け、クタイシやバクで演じた。1936年に、 ルスタベリ劇場に戻り、3年間止まった。スターリンを演じるゲロバ九1938年、ゲロバには、ミハイル・チアウレリの税で初めて、スターリン役を演じた。その演技で1939年2月1日に、労働赤旗勲章、1941年には、スターリン国家賞を受賞した。その後、ゲロバには、スターリン役を持ち役として確立し、 スターリンの島で12本の映画でスターリン役を演じ続けた。ゲロバニは身長がより高いことを除いて要望がスターリンとそっくりであった。しかしスターリン自身は映画に自分役で出演させる俳優としてゲロバニをあまり気に入ってはいなかったとされる。これはゲロバニがスターリンと同じグルジア人であり、 スターリンのグルジア語訛りのロシア語アクセントを完璧に再現したからで、スターリンは古典的なロシア語発音で話すアレクセイ・リキーがお気に入りであったという。しかし、実際に映画でスターリン役を配役されたのはリキーよりもゲロバニの方が多かった。ギネスブックによるとゲロバニはおそらく同一の歴史上の人物に最も多く配役された俳優である。スターリンは ゲロバニと面会したとき、君は私を徹底的に観察しているようだ。時間を無駄にするべきではないな。と言ったという。ソ連映画は最高指導者の個人崇拝を確立する上で重要な役割を果たしており、1937年以降、スターリンの知性は彼をウラジー・ミルレーニンの最も経験な信者として描き、セルゲー・エーゼンシテインの イワン・ライテイのように歴史的な独裁者を肯定的に捉えることによって正当化されていった。ゲロバにはスターリンと同一視され映画で他の役を演じることを禁じられてしまった。1942年から1948年まで合理系記念モスクワ芸術座に参加した。大祖国戦争の間は愛国心をかき立てるモチーフが盛んに取り上げられて、 スターリンへの個人崇拝はなりを潜めたが、末期には息を吹き返し、1945年以降は、戦前以上に強烈なものになっていった。スターリンは祖国を勝利に導いた立役者とされたからである。スターリンを主人公として戦後に制作された映画、砲台、ベルリン観落、税1919では、ゲロバに演じるスターリンは、 いける神として描かれ、スターリンの神格化,化に大いに貢献した。その後、ゲロバには、スターリン国歌賞を3度受賞した。勲章は1942年に、1947年に、1950年に、ベルリン観落のそれぞれプレミア上映の際に授与された。さらに、1950年6月3日にはソ連、人民芸術家の称号を授与された。 1953年にスターリンが死去するとゲロバにはあまりにスターリン役で出演してスターリンと完全に同一視されてしまっていたために映画での新たな配役を得ることができなくなってしまった。1953年から1956年に亡くなるまでゲロバにはモスクワの国立映画俳優劇場に出演した。ドイツの映画評論家アンドレアス・キルブはゲロバには スターリンの哀れな影武者として人生を終えたと評している。ゲロバニは妻のリドミラと共にノボデビチ墓地に埋葬されている。1956年のニキータフルシチョフのスターリン批判により、ゲロバニがスターリンとして出演した映画のほとんどは上映禁止とされたり、関連するシーンが削除されたりした。ありがとうございます。